はい、続いて狼の森に行きたいと思います。外に出ているので外で見たいと思います。すごい人だかりです。ちょっと犬とは違うな。一回似てるけど、耳や尻尾を見れば狼の気持ちが分かるようだ。はい、狼舎はここまでとしたいと思います。